だ。ナイスクック。はい、今日はねこんなものもらったんですよ。はい、いつもカメラやってくれてるねセクシー田中が、秋だからクックさん、こんなものどうでしょうか。調理してみましょうよ。これいやちょっとこれ何よ、このでかさ。しいたけ、バケモンじゃん。何これ、これ伝わるかな。でいや重いよ。しかも2つでかいし、なんだこれ。これを網焼きにしてバター醤油で食べたらめちゃくちゃ美味しいからと言われたんでね、早速じゃあ動画にしてみましょうか。これこんなでかいのは初めてだな。やっていきましょう。それでいくよ、3、2、1、えいえい、クッキング。はい、それでは本当にそのまま焼いていきます。改めてね、これ網これ2個いかないな。でかくてこれ1個だ、2個は無理だ。わーわーわー、これ見てこのでかさ。わー、なかなか火が通らなそう。1分経過しましたけど、未だ変化は見れないな。火が通る感じが今のところ全くしません。それだけ肉厚ってことだね。これだもん、だって手のひらぐらいあるんだよ。すごいな。まあ、普通の椎茸だったらもうこれぐらい加熱すれば汗がかいてくるんですよ。ただ今のところ全然ないです。はい、約3分、見て、うっすらと汗がかいてきたんじゃない。ようやくですよ、ここ熱い、この辺りようやく少しずつ火が通ってきた証拠ですね。はい、あれからなんと7分経過。結構焼いてるね。裏側どうでしょう、見てみましょうか。ちょっと焦げたかな。弱火にしていきましょうか。少し火を弱くしましょう。でも見て、この辺うわ、だいぶ水分が出てきましたよ。さあ、ここで秘密兵器バターをいこう。うわー、おいしそう。だんだんとバターが溶けます。このバターが溶けてきたらお醤油を垂らして完成ですね。はい、バターが溶けました。ここまでの所要時間12分、長いね。それだけ大きいってことですね。はい、バターが溶けたんでお醤油垂らしていきましょう。うわー、うまそうよ。うわー、はい、できました。すっごい時間かかったね。でん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 、いい匂い、これは美味しい。椎茸のバター醤油焼きの完成です。はい、それでは食べてみましょう。うわー、これですよ。いっちゃう、いきますよ、いただきます。うわー、熱いだろうなこれ。うわー、あ、うまっ、やばいんだけど、これうまいんだけど、これやばい。うわー、汁が、うわー、すげえ、後から汁がすごいよこれ。めっちゃうまっ、うまっ、うまー、やばー、うまっ。うん、バターが染みてるね。醤油もちょうどいいや。うまっ、まだ熱い。ちょっと焦げがあるから苦いけども、それ以外は全然美味しい。うん、軸もこんなね熱いんだもん、どんだけ大きかったか分かるよね。はい、美味しかったです。ごちそうさまでした、完食。はい、せっかくなんでフライパンでも焼いてみましょう。まず何も敷かない状態で椎茸を入れていきます。椎茸のステーキどうでしょうかね。一旦蓋をして蒸し焼きにしましょう。蓋を閉めて蒸し焼きにしました。さあ、ここで先ほどのと同じようにバター、これ入れていきましょう。どうだろうね。
あら、おいしそう。わあ、これ絡めていこう。うわわわわわわわ、おいしそう、おいしそう。たまらないな。さっきのはさっきのでおいしそうだったんだけど、これも、これは絡まるんだ、バターが。うわあ、いいんじゃない？わわわわ。振りましょうか。よいしょ、よいしょ。簡単に振って、全体に回して、そして、お醤油。うわあ、うわあ、うわあ。どう？こんな感じです。おいしそう。どう？このバターの光沢、そして醤油の香ばしい香り、はあ、これは大成功なんじゃないの？美味しそうだよ。ほら、そう、この肉厚な椎茸だからなおさらいいね。肉厚椎茸のサイコロステーキ、バター醤油味です。さあ、それでは食べていきます。見て、この肉厚サイコロステーキですよ。わあ、じゃあいただきますよ。うわ、美味しそう。うん、あのね、これちゃんと評価しますよ。先ほどの素焼き、香りはすごくありました。美味しいです。食べづらさはでもありました。でもすごく香りがあって美味しいですが、こっちはね、食べやすい、ね、一口サイズ、そしてね、味もしっかりのってて、ということは網焼きとフライパン焼きどっちが美味しいかというと、判定、網焼きじゃなくてフライパンの勝ち。改めてこうやって食べ比べるとどっちが美味しいかっていうのね、分かりますね。もちろんその用途によって変わるけど、こっちの方が美味しいな。うん、フライパンでやった方が椎茸の美味しさを余すところなく活かせる感じがしますね。すごい、この椎茸、肉厚で、なんだろうな、表現するとしたらね、山のアワビです。これ山のアワビ、こんなんですよ。ほら、湯気がいつまでも出て美味しそうだね。はい、というわけで完食、ごちそうさまでした。皆さん、しいたけを焼くときは網焼きでも OK だけど、フライパンでやるとより簡単で美味しくなります。やってみてください。最後までご視聴いただきナイスクック。いやー、しいたけは網焼きよりもフライパンの方が美味しかった。これはね、皆さんぜひ検証してみてください。嘘は言いませんよ。さあ、来週も皆さん見てくださいね。チャンネル登録もよろしく。次はあなたのところにクックマンが現れるかもしれない。じゃあな。